さあ氷神様のね力もゲットしたので入り口を固めればいけると、そういうことだね。うん、水あるね。さあじゃあ民の力を、氷神様の力を見よう。はい、ツンベア。カチコチになっちゃう。冷凍ビームだな。やったぜ。さあ、ここは何の試練だ？調べる。知恵の試練ね。うわあ、頭痛くなりそうだな。昔こんなクイズ番組見たな。はい、0X ね。私の知恵でもすぐ分かりますよ。簡単な試練でしたね。はい、クリア。丸か×かで制限時間以内に答えよう。ティントン、第1問。土神寺院にマリオがはめたタートルポーズは4つである。4つ。マリオがはめたは4つ。はい。ダーン。やったぜ。ピンポーン。ね、5つはまっているがマリオがはめたのは4つである。何問？ 3 問だっけ。2問目。バスの中に乗客が12人乗っている。5人降りた後バスの中に乗っているのは7人である。運転手がいるから8人。そういうことでしょ。ドーン。やったぜ。バスの中には運転手がいるのでね。バスガイドさんいたら9人だけどね。なんか急にレイトン教授が、わ、3択になってる。第3問。3人の言葉を聞き、嘘つきを選べ。よくあるやつだ。1人だけね、嘘つき。嘘つきは C です、ね、これがもし、嘘だとすると A か B が嘘つきになる。だから一応ありえるね。嘘つきは C ですっていうのが嘘で A が嘘つきの可能性は、こいつが本当のこと言ってたら C で確定なんだけど、私は嘘つきではありません。もしこれが、本当だとすると、A か C が嘘つきになるので、多分これ正しい。で、嘘つきは B ですと。もしこれが本当のことを言っているとすれば、こいつ嘘つきだな。ということで、A、B が正解、C が嘘だとすると、こいつがまず嘘つきは B ですと言っているので、B は本当のことを言っている。で、B が本当のことを言っているとすると、この人は嘘つきじゃありません。はい、正解。で、A が本当のことを言っているとすると、嘘つきは C、正解。ね、で、C が嘘つき。はい、正解です。と。はい。やったぜ。知恵の試練を乗り越えたおめでとう。ブン、うー、キノキノパニック。痛い。次に進みを受け取れ。わーいわーい。よこせ。知恵のオーブ。わーい、マリオさんって賢いんですね。ね、これあまりにも簡単な問題でこういうこと言われると、お前煽ってんのかって思う。まあそれなりの謎解きだったので、マリオさんは賢いんですよ。さあ、ラス1。ちなみに、
ここはね、パーフェクトだね。神の力、氷神。はい、飛ばす。いけ、ツンベア、冷凍ビームだ。おろろ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 ろやったぜ。いきまーす。さあ、力の試練、勇気か、勇気。だいたいリンクは勇気だよね。まあ最終的に3つとも取ること多いけど、ガノンが力、ゼルダ姫が知恵。あれ、ロープ燃焼系すんのか。勇気あるとこ見せようと思ったのに紐なんて怖くない。部屋の中央に来い。ロープにつながったものが上から落ちてくる。ほう、そこ下で止めてね。こういうのあったな。たらいじゃん。オッケー。これ繰り返すのかな。だいぶ上だな今回。あ、下がってくるか。おー、結構来たね。速度はどうなんだ。トゥルルルン、ほっ、ギリ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 セーフ。下でいいんだね。オッケー。よかろう。思ったよりね、押した瞬間にぴったり止まるわ。ラストステージ。そうでもないね、もっとギリギリかと思ったんだけど。集中、早い、ほんま。予想外のもん降ってきたわ。再挑戦だ。たらいが来ると思ったらさ。ね、1回目からやり直しでしょ、知ってる。たらいだと思ったから、たらいに反応して押そうと思ったら全然違うもん出来上がって。あと速度速かったね。1回目だいぶゆっくりだね。正直ね、1回渡ってみようと思ってたから、まあちょうどよかったんだけど。これね、あの五右衛門のキラキラ道中の、やべ、これギリギリ。別の意味でギリギリだわ。まあ、チキンレースですね。さあ、これタイミングよくさ、ホームボタンをこう連打しながらさ、連打すればいいんじゃねって。まあ行くぞ。おお、ギリギリ危機一発。
やったぜ、おめでとう。ピノピオパニック。うー、折り紙よこせ。トライフォースが揃った。調べる。勇気のオーブをくれてやろう。マリオさんの勇気しびれる。振動パックでしびれちゃう。さあコンプリートだね。お、光った。よく3つの試練を乗り越えた。おめでとう。ありがとう。何なの何なの、3つのオーブって何なの。知ってるよ、ね。海図の左上のところに行きましょう。本当におめでとうだけかよ。ただまあ戻るならそう言ってくれ。戻る。私は地上に戻る。さてね、なんかだいぶヒットポイント減ってるけど、一応ねもうほぼいった。さあどうなる。地面を持ち上げるのか。それとも普通に紙がなくなるだけなのか。画面端、もっと左だった。はい、到着。とりあえずね、ダンジョンあるかの確認だ。ぶち込むぜ。シャキーン、シャキーン、タラララーン。回った。人の顔見て。入り口だったんだ、気づきませんでした。と、4つの神勢ぞろい。お元気でしたか。作り物でしたか。さてダンジョンチェック。キノピオはいないが穴とお宝があるな。それなりにありそうだね。ね、最大ヒットポイント上げに行きたいけど、ここはね待ってくれるみたいね。危ねえって。そこ微妙に来る。こっち。嘘だ、どんどこどん。やめてそういうの。この角ねやや邪魔。ここもなるほど、角があるところが残る。そういうことか。だからこれ邪魔だったんだよ。なんかね、青い日、氷、よくわかんない。上では水神様が片目でウインクしてる。どういうことなんですかね。嘘だろ、こっち来んの。びっくりした。しかし所詮カニか。ノコノコ、もうノコノコなら一撃で抹殺できる。と、キラシッポ。
口になんか輝いてる。こっちは食べてない。まあ一つずつ進めていこう。あ、おめえ何持ってんだ。これを追えってことか。パウ、これが閉じたことで階段がつながり奥に進めるってことだな。いたいた、おお動き出す。あれ動き、あーシール貼られてる。現実さ、あのシールの貼り方したらさ絶対すぐ剥がれるよね。だし、お、そして今何してたっけ。反応した、宝箱が反応した。あった、船乗り、キノピオの船。あら、もう 100%。 これは楽ちん。意外に短いのかもね。ということでこっちに変えていこう。ハテナブロックが40だからあと3個ぐらいね。穴がまだまだだね。この辺叩けそうじゃない。ちょっとびっくりした。精力回復だ。そういうことか。上から行くのが正解か。これね、ちょっと戻れない。戻れないとことはないのか。よっ、しゃあない。あばよ、もう一周してくるぜ。あの上もう一個叩ける場所あるよね。叩けんのかなあれ、無理かな。実は叩けない気もしてきた。叩けない、叩けんなこれ。あそこ叩けるかなって思ったんだけど別に叩けないで。無駄足。おいカニ、どこへ行こうというのかね。ここに穴が開いている。あ、いつものやつだ。はっ、ガッツが足りない。あ、なんか動いた。おう。逃げ場はないぞ。あるじゃん。お。好きあり。赤の玉。紅玉、ね、こっちは、あ、こっちも。でもこっち閉まってないから関係ないね。ドゥーン、あまり上に上がらんの。で、こいつにがっくりしてる。おるず。しょんぼりしてます。何かあげる？ならばこれをやろう。メガ、メガ、うろろ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 ろ。カメがいっぱいに。もうクリアかな。そんな甘くないか。回復。
まあ体力完全。でももうほんとクリアっぽいよね。次なんだっけ、ホッチキスだっけ。やったぜ。あら、おかしいね。キノピオの助けた数ゼロだったはずなのに。セロハンテープだ。キノピオ救出なしになってんだけどな。つまり助けられないんだね。結構長い。次は炎と氷。ブロスもね、ファイアブロスとアイスブロスがいる。ブロス強いからね、あんま正直戦いたくないよね。セーブ。まあ叩いてみるか。開かない、開かない。正直戦いたくない死ねえ。あれ、パワーが足りない。これか。どうやってあれを落とすのか。くす玉。すっごい滑るよ。カニ。うわ、やっぱいたか。よっ。まあ一つずつ。これあれだね、リセット部屋かな、いつもの。よっ、いたいた。とりあえずちょっとね、雑魚が鬱陶しいんで雑魚をぶっ殺していくスタイル。これ以上いけない。とりあえずザコを殺していこう。まあザコは抹殺完了。さあ何をすればいいのかな。とりあえず穴を。すっごい滑るよ。でどうしよう。ここを行ってみる。ここ閉じれるかな。したらいけるね。うん、とりあえずこれをね埋めたかった。あーやめてー、すごい滑るよー。最終的に、おおって、これもうあるね。これただなー、だいぶここ氷があんだよね。1回ぐらい敵いそうなんだけどなー。お宝マックス、ハテナあと1個スカスカ。もういいや、やるしかない。ね、謎のまま残すぐらいだったら全部開けよう。あと3箇所。よし。実際はこれどうやっていくのが正解なんだ。まあいいや。
すんごい滑る。いきます。おっかねー、降りないんだその後。 L 字ブロックみたいになってる。そして次は火のマップ、ね、火と氷が交互に来るような感じかな。これあれな、やったやつじゃない、プン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 のやつじゃない。え、マジ戻る、戻んの。次どうだっけ。序盤すぎて忘れた。左上だったっけ、上左だっけ。オリガーヒントくれよ。こっち、あー左だった。序盤すぎて忘れたよ。よし、回復あります。そして折り紙がない。お、ブロック終わり。いっぺんザコと戦って折り紙回収しとこうかな。引っ張る。どーん。火が熱い熱い熱い。歯が立ちません。ひがみ様の勝ち。滑る。パワーが足りんね。やった。踏めば倒す。こいつ早いぞ。うわあ。石油を並べろというのか。並べてやるわ。キラキラブ。普通のハンマーで倒しきれるかな。ライト。弱い。髪をよこせ。黄色か。もう1試合ぐらいしとく方がいい気がするんだけどね。足りるかな。あ、あるじゃん。ほっ。よし、バレてない。ちょっとやっぱ髪少ないから戦っとくか。行くぞ。しまった、襲われた。ファイアブラスに気を取られているうちにアイスブロスが襲ってくる。2人のコンビネーション、そしてウェーブバート。お、これはうまく倒せば。こうかな、多分。こいつは強いんだよね、問題は。キラキラブーツならやれる。ハンマーもちょっと強めのやつでいくか。あっ、あー、くそ、ファイアブロスとね混ざってたらね、あの敵に属性があるのかを確認しようと思ったんだけど。この状態で炎だったら炎に大ダメージみたいなね。はい、一撃必殺。神様の攻撃、大地の怒り。ドッスン強い。
相手は死ぬ。おいしい、これはおいしい、ね、だいぶ折り紙もね回収できたし、ここ穴開いてないよね、大丈夫。大変なことになっている。あ、突きあり。痛い。いっぱいいる。三回。普通のハンマーブロスはねえ、これぐらいで倒せる ?30 まだ壊れ、ちなみにね、あのセロテープはね商品名だからね使っちゃいけないんだよね。セロハンテープはいいんだけど、セロテープはね商標だから。おれ、お、パーフェクトじゃん。100100100、ね、序盤の方が難しいよね。ほらね、紫テープのとこフルコンプリートじゃん。すごい数のキノピオだ。おお、メガブロス。まあ俺肥満ブロスっつってるけど、くたばれ。いっぱいいる。3回。あ、これ真剣ゼミで見たとこだ。結構強い踏みで殺さないと。キラキラアイアンブーツ、キラアイアンブーツ、キラキラアイアンブーツね、結構あるし、キラキラ使おうか。光魔法キラキラ、キラキラ、結構壊れんの早いのか。やったぜ、パーフェクト。ふう、お、回復セーブ、つまりそういうことか。セーブ中ということでね、セロハンテープのボス